フランス学シーンの清掃を着用したルイ・エミール・ベルタン、1903年以降の撮影。ルイ・エミール・ベルタンはフランスの海軍技術者。当時最も有名な人物の一人で青年学派の支持者だった。ベルタンはフランスナンシーで1840年に生まれた。1858年にパリのエコール・ポリテクニークに入学し、海軍技術者の道を選んだ。 ベルタンの手本はアンディ・デュピュイ・ドロームであった。ベルタンは従来の常識からしばしば逸脱したその革新的な設計で知られるようになり官邸設計技師の第一人者として国際的に認識されるようになった。また1871年には法律の博士号を取り彼の多彩な才能を示した。ベルタンが設計しフランスで建造された日本海軍防護事務館。 松島、日清戦争での日本海軍機関。1885年に日本政府はフランスの海軍技術者を説得し、1886年から1890年の4年間、日本海軍の親とい外国人としてベルタンが来日した。ベルタンは日本人技術者と船舶設計技師を育て上げ、近代的な軍艦を設計、建造し、 海軍の施設を建造した。45歳となっていたベルタンにとって海軍のすべてを設計し青年学派を試すまたとない機会であった。また、フランス政府にとっては当時工業化していた日本への影響力という面でイギリスとドイツへの重要な打撃となった。日本滞在中、ベルタンは7隻の主力艦と22隻の水雷艇を設計、建造し、それらは 日本海軍創世期の中核となった。代表例として、松島型防護巡洋艦3隻がある。この3隻は、手砲が1門のみであるが非常に強力な32センチメートルか、粘砲を搭載した。そして1894年から、翌年の日清戦争における日本艦隊の主力となった。また、呉と佐世保の交渉と佐世保造船省の建設を指揮した。 しかしながら、ベルタンの日本時代は、政治的陰謀によって苦しめられた時期でもある。日本政府内にはフランスよりイギリスか、ドイツを好む派閥があり、また、徳川幕府を強く支持したフランスに対する不信感が、未だにあった。ベルタンの地位は一度ならず、脅かされた。またベルタンの設計を使うということはまだ、実証されていない、青年学派の考え方にかけるということであり。 この点にも懸念があった。日本海軍を作り上げる彼の努力は1894年9月17日の公開海,海戦での勝利への決定的な貢献となった。帰還、松島に上艦していた日本軍提督の伊藤、助行はベルタンに以下の書面を送った。艦は私たちの望みのすべてを満たした。それらは我々艦隊の恐るべき一石だった。それらの強力な兵装と、 私的な設計によって我々は中国の総甲艦に対して鮮やかな勝利を収めることができた。エミール・ベルタンは1890年の終わりに明治天皇から朝日賞を授与された。式典の間に海軍大臣、西郷嗣道は以下の宣言をした。ベルタンは解剖艦と一等巡洋艦建造のための設計を確立しただけではなく、いろいろな提案を行った。 艦隊組織、沿岸防御、大口径砲の製造、鉄鋼や石炭などの材料の使用法などである。彼は4年間日本に滞在し、彼は海軍の技術革新のために決して仕事を止めなかった。そして彼の努力の結果は顕著である。フランスへ帰国し、ベルタンは海軍機関学校の校長に昇進した。1895年に臓器大将の地位を手に入れ、 海軍管制本部長になった。彼が本部長に在任中、フランス海軍は相当数で世界2位の海軍になった。しかし、フランスに戻ると皮肉にも、野山とーブ提督の青年学派支自社との関係が悪化し、彼は同僚の設計を何度も批判した。あとの1915年に戦艦ブーベが無残に沈没すると、彼の批判の正当性が証明された。 1903年に有名なフランス学士委員に入会した。軽防御で法力重視の巡洋艦というベルトンのアイデアは1904年から1905年の日露、戦争頃には全土級戦艦によって追い越され、青年学派の思想は概ね否定されるようになった。日本も松島型の総合的な性能に満足していなかった。フランスから日本に開港途中の ウネビが1886年12月に沈没するとベルタンの後期の設計はフランスではなくイギリスの造船所に注文されるようになった。日本でのベルタンの本当の遺産は一連の近代的な造船所、特にクリとサセボ交渉の建造だった。ちなみに日本で最初の近代交渉である横須賀海軍交渉はさらに古く1865年に フランス人技術者、レオン・スベルニーによって作られたものである。まさに、これら日本の交渉は、第一次世界大戦において激戦中の、フランス艦隊のために12隻の駆逐艦を建造することになる。彼の死後に名誉を祝して、フランス海軍の軽巡洋艦に、彼の名前、エミール・ベルタンが付けられた。彼はまた、ローリングとピッチングの研究のため、ツインオシログラフを、 発明した。ベルタンは数冊の著書を残している。ありがとうございます。